はい、しゅくです。今日はですね、こう、肥満の話をしたいんですけども、世界中でですね、肥満っていうのは増えてるんですね、当たり前なんですが、どれぐらい増えてるかというとですね、ま統計では、今、現在ですね、10億人以上が肥満であるということが言われていますけれども、この肥満の基準はですね、まあ、欧米人の基準なんで、相当甘いんですね。要は、BMI が30を超えるとかね、35を超えるような人たちみたいな集団のアリなんで、日本人はですね、だいたい肥満っていうと、まあ、BMI が27.5ぐらいを超えてくると肥満だっていうふうにこう考えるような感じです。 なんでねこの基準ってのは日本人から見るとですね、非常にこう甘い数字。その数字でですね、10億人ぐらいいるということなんですが、これがですね、どんどん増え続けて、2050年にはですね、約40億人になると。まあ人類はどこまで太り続けるんだっていう話なんですね。たまに僕もですね、外国に行って、まあフィリピンとかね、見てみるとですね、もうほとんどの人がこうお腹がポコーっとこう出てるわけですし、最近の日本でもですね、日本人の男性、若くてもですね、結構お腹が出てる人を目立ちますよね。だから、日本人にとってみてもですね、この肥満というのは決してですね、まあ感化で できない問題になりつつあるわけです。肥満というのはですね。基本的にこう体全体のこう機能をですね。まあ、障害してしまいます。多くの病気のリスクを高めてそのためにですね。肥満に対する対策っていうのはですね。まあ、全世界中のまあ、医学上のですね。課題になっているわけなんですけれども、今回ですね。ネイチャーメタボリズムという雑誌に報告された研究ですが、体の中のですね。健康な脂肪に褐色脂肪というものがあるんですが、デンマークの研究者はですね。この褐色脂肪をですね。活性化させることによって肥満をですね。抑制できないかどうかということを見た。研究があります。 人ををははははじめとすするる哺乳類類実体のの中に種脂肪蓄えていんでね一つは白色脂肪というもの。二つ目はですね、褐色脂肪というもので。白色脂肪っていうのはですね、いわゆる僕たちが考えている脂肪ですね。褐色脂肪っていうのはですね、僕たちが考えている脂肪とは全く逆の働きをするものなんですけれども、白色脂肪はですね、食べ物をですね、食べればエネルギーが余分だったらそこに溜め込みますが、褐色脂肪はですね、むしろ食べたエネルギーをですね、燃やす働きになるですね、脂肪で、どん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 ですね、カロリーをね、 熱に変えてていってくれますだから、体の中ですね、まあ、カロリーを消費してくれるものなんですね。だから、白色脂肪か、褐色脂肪かっていうね、まあ、脂肪っていうのはですね、まあ、大きく分けて2種類。まあ、中間のね、ベージュっていうのもあるんですけども、基本的にはですね、その2種類の脂肪がですね、どんな働きをしているかっていうことが、体の中で非常に大きな影響を与えるわけです。もしですね、褐色脂肪がですね、より活性化して、よりたくさんのですね、食べ物から摂取したカロリーをですね、燃やしてくれればですね、取ることが少ないだろうということがまあ想定されるわけです。AC3AT というですね、まあ、タンパク質がある ですけども、このタンパク質はですね。褐色脂肪が活性化するののスイッチを切ってしまう。役割があります。ac3at っていうのはまあ、寒冷刺激、寒さの刺激ですねが、起こると褐色脂肪ってこう活性化するんですけども、その褐色脂肪が活性化した時にですね。 その褐色脂肪の中で作られるタンパク質で活性化した褐色脂肪の働きをオフするそういった役割があるんですね基本的にはですねエネルギーを燃やし続けるってことは、まあ、体の中でですね、まあ、体に蓄えたエネルギーを使い切ってしまうことを意味するので体としては何だかこうブロックをかけるというメカニズムが働きますだから燃やしすぎないようにその燃える機能をですね、まあ、抑えるものを同時に作り出しているというのが、まあ、この、えー、タンパク質なわけなんですけどもわざとですねこの AC3AT の活性化をですね止めてしまう褐色脂肪 はですね休憩することがなく燃やしし続けてしまうので、褐色脂脂肪肪ががででですすすねどどどどんんんんこここううを燃やし続けるいうことといっぱり起こり起ますですのでマウスの実験でですね、この AC3AT をですね、止めてしまうってことをするとどうなったか。やはりですね、予想通り、褐色脂肪の活性化によってですね、カロリーの炎症が多くなって代謝が促進されて、そのマウスはですね、まあ、肥満になることがなかったと。なので、原理的にはですね、この AC3AT を不活性化することができればですね、肥満を改善することができるだろうということがまあ言えるわけです。 人はですね、赤ん坊の時に、えー、最も褐色脂肪を持つんですね。だから、赤ちゃんがですね、ぷよぷよしていてもですね、1歳ぐらいになるとシュッとこう閉まるというのは、褐色脂肪がですね、燃えて、えー、どん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 ですね、体がキュッとこうしまっていっていることを意味しますけれども、この褐色脂肪の量というのはですね、まあ年齢とともにどんどんこう減少していくわけです。成人になってくると、通常ですね、肩とか首とかですね、まあ脊髄の周囲とかですね、腎臓の一部、心臓の一部にですね、まあ少量の褐色細肪を持っているだけなんですね。ただ、人の中はですね、やっぱりこの首周りのところに ですね多くのこう褐色脂肪というのが存在しているということはまあ事実ですなので2019年にね報告された研究ではですね寒冷刺激とですね運動の両方がですね体の中のこの褐色脂肪をですね活性化させるのに役立つということが報告されていますだからやっぱりですね寒さの刺激を与えたりだとか運動することっていうのはですねエネルギーをより燃やす方向にこう体を導いてくれるわけですそして2023年にですねまあ報告された研究ではですねこの褐色脂肪をですねどうやって活性化 させるかというメカニズムがですね推定されましたというのは鎖骨の上の辺りのところですねこの辺りに、えー、褐色脂肪ですねのスイッチをオンするための神経というのが存在しているということが報告されています。 なので、まだこれはですね、研究段階の報告なんですけども、ただですね、大人でもしっかりと、その自律神経の解釈ですね、褐色脂肪をですね、活性化させるような神経の、ま、経路があるということが間違いないわけです。だから、大人でもですね、意識的にこの褐色脂肪を増やすことができればですね、褐色脂肪のスイッチを入れることができれば、肥満防止に役立つだろうっていうことはですね、まあ、容易に想像がつきます。最近の研究でですね、GLP1 自容体作動薬っていうものがあるんですけども、これはま、世間ではですね、痩せ薬みたいな感じ で使われてしまっている糖尿病の治療薬ですが、この GLP1 受容体作動薬が褐色細胞をですね活性化させて白色細胞をですね褐色細胞にこう誘導する作用みたいなのがあるということは分かってるんですね。だからセル効果がですね非常に出やすいということは間違いないわけなんですが、これをですね使いましょうというそういった話ではないんですね。人はですねまあ肩とかこう首の周りとかにですね特にこう肩甲骨周りにですね褐色細胞を蓄えていますので、その部分にま氷を当てたりだとかですねまあ、冷水浴をしたりすることで褐色細胞 をですね、まあ、刺激することができるんですね冷たいシャワーであったりだとか冷水浴をですね、えー、定期的にするということにまあ意味はあるわけですそして特にですね普遍的にその褐色脂肪をですね活性化させる方法っていうのは運動です特に肩甲骨周りをですねしっかりと動かすことで肩甲骨それから鎖骨周囲のですね、まあ、神経特に交感神経を刺激して褐色脂肪をですねより刺激し続けてあげてほしいんですね褐色脂肪をですねまあ意識して刺激するための運動ですね肩周りの運動や特にこう腕立て,てとか ですね肩甲骨を動かす運動を積極的に取り入れることはですね肥満の解消に大きくつながってくることになりますのでぜひですねこの部分を積極的に動かすような運動をしてそしてですね冷水浴とか、えー、冷水シャワーを利用してですね褐色細胞をですねこうどん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 こう刺激するということをやってまあ、肥満を防止するということをですね意識してやってみてください今日の話内容に合って良かった方高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします。